のサシスデソは、砂糖、塩、酢、醤油、味噌ですが、醤油のサシスデソは、砂糖醤油、醤油、酢醤油、精油、あと一つは何でしょう。答えは動画の最後にカッコ、忘れていなければカッコ閉じ。さて、前回はクソ城を脱出した後、北陸本線を南下し、途中で湖西線を環状しつつ、京都までやってきました。今回はここから入線してきている西の伊丹市新快速に乗って姫路まで向かい、そこから阿房線を環状していきます。それでは今回も頑張っていきましょう。時刻は13時30分、列車は京都駅を発車していきます。本日7本目の乗車は、225系、8両と223系、4両の12両、編成で運転される、新快速の姫路行きです。この先、高槻、新大阪、大阪、尼崎、芦屋、三宮、神戸、明石、西明石、加古川、終点姫路の順に止まっていきます。11駅 130.7km、1時間33分間の乗車です。130km を1時間半ということは、標定速度は時速 87km ぐらいになります。さすが、料金不要の特急と言われるだけありますね。京都を出てしばらくすると、右側が賑やかになってきます。まずは1番奥で佐賀の線、三円本線、座高度を上げていき、分かれていきます。分かれていった三円本線と走行中の東海道本線の間には、京都貨物駅と京都鉄道博物館が広がります。京都鉄道博物館は、現在、走行中の東海道本線と線路が繋がっている部分があるので、現役の車両もたびたび臨時に入っています。車窓には京都貨物駅が見えています。ここには東京や福岡など、様々なところからの貨物列車がたくさん発着しています。今、放送でも言っていましたが、大阪府には、この日から緊急事態宣言が発令されました。これに伴って、鉄道の運行のことなど、何も知らないお偉方たちが、終電を繰り上げろ、などと昔上がったので、JR は表向きはおとなしく、それに従って環状線の終電を繰り上げました。しかし、車両の運用の都合もあるので、もちろんそんな簡単には行きません。そこで JR は、ぶち切れながら空の電車を走らせていたのです。つまり、車両の動きはそのままで客扱いだけを取り上げたのです。会社側にとってこんなに、そんなことはありません。無茶ぶりをするなら、もうちょっとその辺を考えてから行ってほしいもんです。列車は普通列車と同時に山崎駅に入線、通過していきます。この駅のホームの途中には、京都府と大阪府の府境があります。つまりこの駅は京都府最後の駅で、大阪府最初の駅でもあるわけです。ここから尼崎駅の手前まで、少しの間だけ大阪府を走行していきます。ちょっとだけ緊急事態宣言発令エリアをかすめます。高槻駅の到着放送がかかり始める頃になると、右側にはちょこちょこと車両が置かれているのが見えてきます。佐渡市総合車両所赤石所高槻派出所です。かつては高槻電車部と呼ばれていました。207系や321系が主に留置されており、東海道、山陽線系統や宝塚線系統の普通列車によく使用されています。これが見えてくるともうすぐ高槻に着くという合図です。この車両所があるので、高槻を始発終着とする列車も多数運転されているのです。12両編成の1番後ろに乗っているので、ホームはほぼ見えませんが、列車は高槻駅に到着です。先ほども言ったように、この駅発着の列車が多数運転されており、朝夕のラッシュ時間帯には特急も停車する大きな駅です。1日に5万人以上が利用します。時刻は13時43分、列車は高槻駅を発車していきます。次は新幹線との接続駅、新大阪に停まります。のあたりはバッサリカットしました。列車は淀川を渡っていきます。ということは間もなく大阪に着くということです。このあたりは線路が大きく U の字を描く形に引かれているので、大阪を出るともう一度淀川を渡ることになります。料金の新大阪大阪電源カットを観光いたしました。2度目の淀川も素材がありませんでした。今渡っているのは神崎川です。ここが大阪府と道後県の県境となっています。ここから阿房線の途中の駅までは道後県を走行していきます。緊急事態宣言エリアは脱出し、ここからはまん延防止のエリアになります。
環状計画の武漢じゃないからといってスマホで撮っているのがバレバレですが、列車は明石西明石間を走行しているところです。車窓に見えているのは阿保市総合車両所明石支所です。名前は明石支所ですが、線路はお隣の西明石駅につながっています。京都線神戸線系統の普通列車や快速列車に西明石行きが多いのはこういう理由です。ここも高槻と同じく207系や321系が誘致されています。ところ変わって間もなく加古川に到着するところです。奥の方からは加古川線が合流してきました。加古川線は立地の割に本数が少ないことで知られています。特に北側は1本のガスと2時間後みたいなことがザラです。本当に大阪近郊区間の範囲内なんですかみたいな路線です。そんなこんなでここ加古川では前を走っていた普通列車と緩急接続を行い、そして追い抜きます。西明石で福福線から福線になったので、ちょっと渋滞するようになりました。前半と後半のやる気の差がすごいですが、なんだかんだ言うてる間に終点の姫路に到着です。時刻は15時2分、帝国通りの到着となりました。ここからは向かいに止まっている列車に乗り換えて阿保線を環状していきます。お待たせいたしました。実はそんなにお待たせしていないかもしれません。ここからは環状計画18号車に入っていきます。お楽しみください。消化の間に終わってしまう乗り換え開催今日のムーブ、対面乗り換えを済ませたところですぐに出発です。接続時間1分という対面乗り換え必須ダイヤが組まれているのです。時刻は15時5分、結局乗り換えに時間がかかったようで2分ほど遅れて始発の姫路駅を発車していきます。こういうのはみんなが急がないといけないんですけどね、協力しましょうや。本日8本目の乗車は225系8号編成で運転される阿甲電極通の普通列車晩秋阿甲駅です。阿賀湖播磨勝原星達の相生西相生越晩秋阿甲の順に終点まで各駅に止まります。このままの遅れで行くと途中の相生には15時25分、終点晩秋阿甲には15時37分に到着予定です。8駅 31.2km 32分間の乗車となります。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。はい、上から阿甲線に参ります。晩秋阿甲駅です。8両で運転しております。お手洗いは一番前の車1号車に1箇所です。逆列車は2号車と7号車です。新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。車内での会話は極力お控えいただき、マスクの着用やご協力をお願いいたします。車内で飲食をされる際は周りのお客様へのご配慮をお願いいたします。車掌は終点の晩秋阿甲までご案内します。次は阿賀保、阿賀保です。お出口左側です。それではここで右上をご覧ください。お気づきの方もおられるでしょうし、先ほどの放送でもそれっぽいことを言っていました。はい、まだ阿甲線には入っていません。阿甲線は途中の相生から出ている路線なので、今はまだ山陽本線を走行しているのです。鉄道消化は流しましたが、本番はまだ始まっていないということです。まあすぐに始まりますから、しばらくお待ちくださいな。そんなこんなで列車は阿保市駅を出たところです。阿保市を出ると進行方向左側には阿保市総合車両所が見えてきます。京都線神戸線系統の普通列車や快速列車のうち221とか223とか225で走っている列車は大体阿保市行きですよね。もう言うまでもなくここにネグラがあるからなんですね。すぐに折り返すやつとかは姫路でそのまま折り返しでいきますが、中にはここまで改装されているやつもいるでしょう、知らんけど。全然阿甲線と関係ない話をしてしまいましたが、車両基地の横を通る A 号はその時主流な車両が引退した後に貴重な A 号になりますし、そもそも私が車両基地の横を通ってどんな車両がいるかを見るのがめっちゃ好きなので許してください。多分この気持ち分かってくれる人おりますよね。信じてますよ。とか言ってる間に、先ほど姫路を出る時に別れた新幹線がまたすり寄ってきました。時刻は15時23分、列車は山陽本線と阿甲線の分岐駅、相生駅に到着です。このタンク間で2分の遅れは回復しましたね。この列車はここから阿甲線に入っていくので、山陽本線の上郡岡山方面に行きたい人は、向かいに止まっているこの駅始発の岡山駅に乗り換えです。ここも2分乗り換えでスムーズに進めます。ここで乗り換えるのは18キッパームーブですね。
我々は18キッパーですが、変態なのでこのまま赤穂線に行きます。15時23分、列車は相生駅を発車していきます。ここからはここまで走ってきた山陽本線に別れを告げ、今回の主役、赤穂線に入っていきます。ちなみにここで車内のほとんどの人間が岡山駅に流れていきました。18キップシーズンなので、多分8割方キッパーだと思います。乗り換えの動きが俊敏な人間は 100% キッパーです。ちなみに乗車中に私が記したメモに、相生でたくさんの人が山陽線に流れる、と書いてあったのでこの話をしました。今回のシーズンは比較的ちゃんとメモを取っていた気がするので、出来気味ながら作っていこうと思います。そんなこんなで山陽本線とはお別れ。赤穂線の旅の始まりです。あとこれは余談ですが、使用規定音声ソフトにひらがなで、キッパー、と入れると、未定義の文字列がある、と言われて音声が作れませんでした。そんなことがあってたまるか。おとなしくカタカナで入れましたけどね。状況に合わせて柔軟な対応ができるのが大人です。知らんけど。あと、すぐ知らんけどとか言わないのが大人です。知らんけど。知らんけど。相生西相生あたりはまだ賑わっていますが、西相生佐古間にはこのように単語が広がります。差が面白いですね。この後、佐古を出て、万州阿公に向かうとまた賑わってくるのが仲間外れみたいで面白いですね。では早速今回、干渉するこの阿公線について簡単に見ていきましょう。阿公線は、兵庫県相生市の相生駅から、岡山県岡山市中区の東、岡山駅まで、19駅 57.4km を結ぶ、JR 西日本の地方交通線です。全区間型単線で、直流線 500V、架空電車線、公式で電化されています。期間は 1067mm の狂気、最高速度は相生万州阿公間到着ね、東岡山間が時速 95km、万州阿公薩根間は時速 85km となっています。平均駅間は約 3.2km です。典型的なローカル線という感じの数字が並びます。1951年12月12日に相生万州阿公間が国鉄阿公線として開業し、その後何度かの延伸を経て11年後の1962年9月1日に電通しました。兵庫県と岡山県を経由し、兵庫県内は相生市と赤穂市を、岡山県内は備前市、瀬戸内市、岡山市をそれぞれ経由します。岡山市内は東区と中区を経由します。入島列車としては、多脚機と土日を中心に、日生岡山間で運転される、ダマル備前を昨年が1日1往復運転されています。停車駅は後ほど、快速列車や特急列車などの定期入島列車の設定はありません。貨物列車の定期運行もありません。ただ、万州阿公線は間に西浜駅という貨物駅があり、そこから大物車という特殊な車両を使って変圧器を輸送する列車がたまに走ります。車両は、阿保市総合車両所の223系1000番台、2000番台、225系0番台、100番台が相生万州阿公間で、岡山電車区の113系、115系、117系、213系が万州阿公、東岡山間で使用されています。また、113系は浅見市を含むのみ、相生万州阿公間でも、使用されています。以上。時刻は15時35分、相生を出てから11分 10.5km、姫路を出てから31分 31.2km、列車は帝国通り終点の万州阿公駅に到着です。ここからは、向かいに止まっている列車に乗り換えて、引き続き阿公線の環状を進めていきます。1分乗り換えなのですぐに乗り換えます。対面乗り換えなので余裕です。外を見ると同じ列車に乗ってきた人間どもが続々と流れていきます。こちらに乗り換える人もいれば、ここが目的地の人もいるでしょう。相方さんは最速ゴミ出しをしています。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まりますのはにご注意ください。
時刻は15時37分。また、乗り換えの確認に時間がかかったのでしょうか。遅れと言えないレベルの遅れをもって列車は始発の晩秋和交駅を発車していきます。本日9本目の乗車は、115系3両編成で運転される、普通列車の岡山駅です。この先、電話備前福川相互ひな税理備前片上西片上印出から東作目奥大富西大寺大田原東岡山高島西田原終日岡山の順に、終点まで各駅に止まります。途中の備前片上には、16時6分、最大時16時35分、東岡山16時43分、終点の岡山には16時54分に着きます。18駅 54.2km、1時間18分間の乗車となります。絶対に、系統分離の前後の割合がおかしい。各駅に止まります。途中の避難席は15時50分、日程16時13分、この日程16時23分、最大時16時35分、この際は16時43分、終点を最後には16時64分に行き、列車は3両再運転しております。ただいま一番バスの車両にございます。バスの車両は大成功で英語の動作のために設定しております。最初に合わせてご利用ください。で、ここに車内での携帯電話のご使用についてお願いします。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご利用ください。皆様のご協力をお願いいたします。車掌終点のお買い物でございます。珍しく新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです的なのがなかったですね。先ほどから右側に錆びた線路が見えています。単線なのに線路が見えるのはおかしいじゃねえかと思いでしょう。私もそう思います。これはおそらく和光線内唯一の貨物駅西浜駅の構内の線路だと思われます。先ほども言ったようにこの駅を発着する定期の貨物列車はありませんが、大物車という特殊な貨車を使った列車がたまに走るようです。時刻は15時43分、晩秋和光駅から2駅、列車は備前福川駅に到着です。駅名に備前という岡山県を表す漢字がついているということで、岡山県に入ったのか、と思いますよね。甘いぞ。なんとこの備前福川駅、備前を名乗っているくせにギリギリ兵庫県内に位置しているのです。この駅が兵庫県内最後の駅なのです。気が早いよバカチンカ。これにはちゃんと理由がありまして、別にこの辺の人たちがほぼ岡山らし備前でよくねって言ったとか、国鉄とか JR の人たちが単に頭が悪かったとか、そういうわけではもちろんありません。実はこの区間の開業当時、ここは兵庫県ではなく岡山県だったのです。当時は岡山県は湧郡区川村であったため、当駅は備前福川と名付けられたということです。ちなみに備前とついているからといって他に福川とつく駅があるわけではないので、特にこの駅に備前という漢字をつける必要はないように個人的には思います。ついでに言うと、先ほど列車を乗り換えた晩秋和光も他に和光とつく駅はありません。無駄か。まあ晩秋とか備前がつくことで大体どの辺にある駅かというのがわかるのでいいんじゃないでしょうか。備前福川に関しては大拠点を吐いていることになりますが、備前福川駅が兵庫県最後の駅ということで、これから県境越えの区間に入ります。今入ったトンネルが兵庫県と岡山県との間を隔てる峠をぶち抜くトンネル、福川トンネルです。全長は 1600m ほどの短いトンネルです。このトンネルを抜けた先は晴れの国岡山県ということになります。短いトンネルとはいえ抜けるのには少しかかるので、先ほど時間がなくてできなかった相生晩秋和光間の各駅の紹介をここでしてしまおうと思います。相生から晩秋和光までの4駅の区間です。姫路から薩摩までは山陽本線なのでお飾りです。接続路線があるのは相生乗りで、山陽本線、山陽新幹線と乗り換えられます。薩摩線は単線なので列車交換が必要になりますが、この区間で列車交換が可能な駅は相生と晩秋和光のみです。晩秋和光では完全に系統分離がされているので、列車交換を実際に行うのは相生だけかもしれません。この区間の各駅の1日の乗車人数は、相生から晩秋和光に向かって順番に4355、867、707、4080です。京阪神地区から新快速が直通してくるので、ローカル線にしてはなかなかの数字を出しています。晩秋和光は起点と終点を除いた中間駅の中では一番乗車人数が多い駅となっています。
この区間に駅ナンバーは割り振られていませんか。神戸線、京都線、琵琶湖線、北陸線を経由して鶴ヶ見至る路線記号 D が振られています。赤穂線では全区間でイコカやスイカなどの IC カードが利用可能となっていますが、この区間は満州赤穂線に先駆けて2003年から利用可能となりました。以上ということで、列車は福川トンネルを制圧し岡山県に突入しました。この後の工程はまだ秘密にしておこうと思うので、どこまで岡山県内を走るとは言えませんが、まあしばらくは岡山県内を走行していきます。架橋さやか山のホームの県を走らせてもらいます。どうぞよろしく。時刻は15時47分、列車は岡山県最初の駅、総合駅に到着です。大体、県境越えの区間はトンネルが長くて、7分とか8分とかかかりますが、ここはトンネルが2キロもないようなところなので、普通の駅間とさほど変わらない時間で到着しました。そんなことはどうでもいい。それよりなんですか。寒い川で、総合、で、人をちょぐるのもええ加減にせよって感じですけど、そもそも、どこから出てきたんですか。舐められたもんだ本当に。初見では絶対に読めません。編集中の私も5回に1回くらいはなんだこれってなってます。これを初見で読める人とは友達にはなりたくないですね。次は日なせに泊まります。日なせもまあまあ舐めてますけどね。次は日なせ、日なせです。降りる場合左側です。降りた際足元の足にご注意ください。次の日なせでは約5分間停車いたします。発車まで時間をお待ちください。この間の素材はなかったようです。時刻は15時50分、日なせ駅に到着です。うわーお、湘南色の115系じゃないっすか。これは貴重ですよ。この駅ではこの向かいの湘南色11ごとの列車交換のため6分停車します。湘南色のアイツは15時51分発車なのですぐに出ていきますね。ちなみに左上のアイコンの写真はこの停車時間に外に出て行って撮りました。そんなことができるレベルの乗車率だということです。玄関クロスシートの座席が半分埋まらないぐらいの乗車率だったような気がします。15時56分、6分間の停車後再び岡山へ向けて走り出します。次は入りに止まります。この日向駅からは電車グリーン車の観光列車ラマルビ前後作船が出ています。普通列車は日向岡山間を1時間前後で結んでいますが、ラマルはこの区間を1時間半近くかけて走ります。乗ったことはありませんが、ゆっくりゆっくり走って沿線の魅力を存分に伝えてくれるか、途中の駅に長く泊まって買い物ができるかのどちらかでしょう。どちらにせよ楽しい旅になることは確かです。日向からは駅直結レベルのフェリー乗り場から瀬戸内観光機船のフェリーに乗って小豆島に渡ることもできるので、ラマルからフェリーに乗り換えて小豆島で乗り継いでそのまま四国に上陸するみたいな海遊ルートを組むこともできますね。楽しそう。あとこれは余談ですが、私のメモにここまで全体的にトンネルが多いと書いてありました。こうやって動画で見ているとそんな風には感じませんが、ここまであまり駅間の素材がなかったという事実がこのことを証明しています。現状も超えましたしね。ここまでと書いてあるということはここからはそうではないということですから、ここからは素材が増えると信じましょう。まだまだ話すことはたくさんありますから、引き続きお楽しみください。ではここで乗車中の区間の各駅を簡単に見ていきましょう。テンプレートのことばっかり話してんじゃねえかと思いかもしれませんが、シークバーを見てみんしゃい。まだまだじゃろう。では行きましょう。万州和光から東岡山までの16駅です。右の3駅は例のごとくお飾りです。まずは接続路線ですが、この区間で接続路線があるのは東岡山のみです。山陽本線と接続しています。岡山までは高線の列車が全て直通しているので、接続は上郡方面にという感じです。列車交換が可能な駅は万州和光、日生、肥前片上、印税、小田船、幸市、東岡山です。意外と少ないですね。観光列車ラマルビ前小田船は日生、印税、小田船、東岡山、岡山に停まります。この区間の1日の乗車人数は、万州和光から東岡山に向かって順番に、4080、262、30、177、315、180、150、589、459、290、1153、1840、239、3631、1623、3974となっています。予言席の備前福川は、阿光線内で最も乗車人数が少ない駅という大変名誉な称号が与えられています。嘘つきには人が寄りつかなくなるというこの世の縮図みたいなことが起きていますね。黙っておきましょう。後でまた言いますが、小田船や西大寺はそれぞれの駅を始発終着とする列車が多く設定されており、小田船衛星は列車本数が跳ね上がります。
増便と人口増加はどっちが先かわかりませんが、そんな感じで長船衛星は乗車人数も跳ね上がっています。この区間は、相互異性というよくわからない区間に駅ナンバーが導入されており、路線記号の N とともに、岡山が N01、円が N2 という順番で、相互が N16 という感じになっています。予言壁と天和と晩秋亜号が仲間外れにされているのはなんでなんでしょうね。一応、路線記号の N は晩秋亜号までということになっているみたいです。よくわからんね。先ほども言ったように、亜光線内は全区間で IC カードが利用できます。この区間は、IA 晩秋亜交換からは遅れを取り、すべての駅で利用できるようになったのは2018年のことでした。結構最近ですよね。とにかく、今は亜光線内はすべての駅で IC カードが使えるということになっています。以上。時刻は16時7分、列車は備前片上駅に到着です。夕方から夜にかけての時間帯を中心に、この駅を始発終着とする列車も運転されています。そのため、この駅からは少し列車の運転本数が増えます。列車の運転本数については、また後で詳しく紹介する予定です。予定なので時間がなくなって、単位的になる可能性もあります。16時7分、備前片上駅を発車していきます。次は西片上に止まります。残りは 26.4km。半分ちょいまで来ました。引き続き頑張っていきましょう。今んとこ大した話してないですね。へって。次は西片上です。右側で。動画作り、初心者かみたいな素材の作り方ですな。いや初心者ですけど。16時13分、備前片上の2つお隣、印米機に到着です。はどこから出てきたんですか？これは余談ですが、備前片上とこの印米の間にあった西片上からは、片上高校と備前緑陽高校の生徒さんが数名乗り込んできました。二つの高校の生徒が利用するということで、乗車人数はまあまあ増えます。備前片上が150、印米が459なのに対して、西片上は589人が利用します。高校生強し。さらに余談ですが、この2校は備前市立と岡山県立と運営する自治体が異なるのですが、面白いことに校舎やグラウンドなどの施設は共用となっているのです。地図を見てみると、どう考えても1つの高校やんみたいなところに2つの高校のピンが立っています。意味がわかりません。次は加賀戸に止まります。また4年生。なんなんほんま。印米機を出ると、山陽新幹線と並走するようになります。亜光線は、印米加賀戸間で少しの間、山陽新幹線と並走します。新幹線が水の上を走っているように見えますが、それは見間違いではありません。大台家という、湖というか池というか、そんな感じのところに橋脚をぶっ刺して突っ切っているのです。ここからは数分間、新幹線の線路と並走していくので、運やダイヤ次第では、この区間で新幹線とすれ違ったり、追い抜かれたりすることもあるかもしれません。ではここで亜光線という路線の特色と歴史について少し触れておきましょう。この亜光線は区間からもなんとなくわかるように山陽本線のバイパス路線として計画建設されました。IOE 東岡山間の距離を見てみると山陽本線経由が 60.6km、 亜光線経由が 57.4km とあまり変わらないどころか亜光線の方が 3km ほど短くなっています。これだけ見ると、バイパス路線としてちゃんと成立しているのではと思いますが、実際はそううまくもいかなかったようです。山陽本線は、複線で貨物列車もたくさん走る一大幹線ですが、亜光線の方は、電化の完成すら山陽本線に遅れを取り、全区間が単線で貨物列車も走らない、単なるローカル線となってしまいました。最近のダイヤ改正では、晩秋亜光をまたいで運転される列車が全て廃止され、亜光線経由で IOE 東岡山間を移動する際には必ず乗り換えが生じるようになってしまいました。さらに、亜光線内では列車交換が生じるので、距離が短くても時間は余計にかかってしまいます。例えば、姫路岡山間を山陽本線経由で移動する場合、所要時間は1時間半前後ですが、亜光線経由で移動する場合には2時間近くかかってしまいます。バイパス路線として建設されたものの、実際はローカル線となってしまったという、悲しい運命をたどった路線なのです。ただし、災害などで山陽本線が不通になった際に、迂回路として使用された実績はあるようで、代替路線としての役割も果たせているようです。また、山あいを走る山陽本線に比べて、亜光市や災害時などの一定の人口を抱える地域があったため、当時大阪米子間を結んでいた急行大線号が、それまでの山陽本線経由から亜光線経由に変更され、晩秋亜光駅と西大寺駅に停車していたという歴史もあります。その後全区間の電化が完成すると、電車で運転されていたは、中号や友号の一部の列車が、亜光線経由で運転されるようになり、日奈駅や備前片上にも停車するようになったそうです。これによって小豆島への観光客は随分増えたことでしょう。
今はそんな定期誘導列車も全てなくなり、バイパス路線としての役割は有事の時にしか果たされないのだろうかとも思ってしまいます。ですが現在でも阿光線がバイパス路線として機能していることがわかる制度があります。山陽本線との選択乗車制度です。簡単に言うと、どちらかの路線に有効な切符を持っていればどちらの路線に乗っても構わないという制度です。例えば姫路から岡山までの山陽線経由の切符を購入したとしましょう。切符には山陽線経由と記載されているでしょうが、この場合でも阿光線経由で移動することができるのです。特に18切符シーズンには山陽本線には鉄道マニアがたくさん乗っていて混雑するので、少し余計に時間はかかりますが、阿光線経由で移動して混雑回避をするという技も使えます。我々が乗車したこの日も18切符シーズン真っ最中でしたが、阿光線内は混雑とは無縁の乗車率でした。私は4人だけのボックス席に1人で座っていましたが、向かいに人が来ることはなかったと思います。時間がかかるといっても30分ほどしか変わりませんから、岡山や姫路が最終目的地であるとか、どっちにしろその後同じ列車に乗ることになるとかであれば、阿光線を経由することも考えてみてはいかがでしょうか。いつも山陽本線経由で移動している人は、たまには阿光線に乗ってみると刺激的で面白いと思います。ちなみに山陽本線と山陽新幹線は同じ路線とみなすという決まりがあり、この2つの路線の間にも乗車券の互換性があるので、もしかすると新幹線経由の乗車券でも阿光線に乗れるかもしれません。実際新幹線はどちらかというと山陽本線よりも阿光線よりの速度を走っていますし、結局のところバイパス路線、短絡路線というのは成立している気がします。本当に新幹線経由の乗車券で阿光線に乗れるかは定かではないので、もしやりたいときは駅員さんに確認するようにしてください。時刻は16時23分。なんだかんだ話している間に米根湯駅の加賀戸駅に停車した後、列車は大佐船駅にやってまいりました。この駅では反対から来る列車と行き違いを行うため、2分ほど停車します。交換相手がやってきました。この列車は山陽線を岡山からだいぶ広島方面へ進んだ三原駅を始発として晩秋阿光まで運転するというロングラン列車です。走行距離は約 44.1km、所要時間は2時間50分というなかなかの列車です。残念ながら現在は廃止されており、山陽線直通の最も遠い発着駅は一つ手前の糸崎となっています。それでも 141.7km と、かなりの距離を走ります。後でまた話しますが、阿光線の列車は山陽線や伯備線の駅を発着するロングラン列車が多数運転されています。16時25分、交換相手が先に発車し、少し遅れてこちらも大佐船を発車していきます。次は奥に止まります。さっきから肝すぎる駅名が続いていたので麻痺していましたが、言うて大佐船もなかなかな攻撃力ですよね。次の奥に至ってはその漢字を知らんわ。絶対常用漢字表に載ってないやん。調べたわ。載ってなかったわ。単体では海読みが言う、おう、訓読みが国、都、村、ブレイルである漢字で、訓読みの通り国や用地、村や里などを意味する漢字だそうです。漢検では準一級に出てくるらしいです。金も、私は漢検は持っていませんが、英検は13の時に準二級を取りました。何の話をしてるんでしょうね。あ、言い忘れていましたが、先ほどの大佐船駅、1元2線の典型的な単線路線の単なる中間駅の構造ですが、大佐船駅を始発終着とする列車が朝夕の時間帯に数本運転されています。ということでここからはまたさらに少し運転本数が増えます。そんな運転本数を見ていきましょう。結局時間がなくなってしまったので、本数のみでお届けします。阿光線は晩秋阿光で系統分離されており、ここをまたいで移動する場合には必ず乗り換えが生じます。では行きましょう。あいおい晩秋阿光間 32.5 往復、このうち 8.5 往復は新快速、晩秋阿光日向間20往復、日向備前片上間 20.5 往復、備前片上長船間25往復、長船最大時間 30.5 往復、最大市東岡山間 36.5 往復がそれぞれ運転されています。また、晩秋阿光へと走る列車はすべての列車があいおいから山陽本線に直通して姫路またはさらに東へ、晩秋阿光伊勢を走る列車はすべての列車が東岡山から山陽本線に直通して岡山またはさらに西へそれぞれ直通運転を行っています。直通先の始発終着駅となる駅を紹介しましょう。まずは東、西明石、大阪、草津、安、米原、長浜、大西大津、鶴ヶ江の直通列車が設定されています。鶴ヶ初米原経由晩秋阿光駅の新快速は日本一長い距離を走る普通列車として有名です。続いて西、西は山陽線をひたすら西へ進む列車と倉敷から伯備線に入って北上を始める列車があります。
山陽線は倉敷、福山、糸崎、三原、白尾線は総社、備中高橋、新見、新里への直通列車が設定されています。西で最も長距離を走るのは、平日のみ運転の新里発、晩秋和号行き。152.9km を3時間43分の時間をかけて走ります。白尾線、山陽本線、赤穂線と3路線を経由する普通列車、楽しそうですね。運転本数については以上。列車は西大寺駅に到着しております。この駅でも反対から来る列車との行き違いのため、少しの間停車します。今入ってきた高架内では、三原から来た普通列車の小田船駅です。これまたロングラン。16時36分、西大寺駅を発車していきます。次は大田原に止まります。大田原の次が赤穂線の終点、東岡山駅です。ラストスパートです。西大寺は駅名にもなっている西大寺で開催される西大寺会陽、通称裸祭りで有名です。国の重要無形民俗文化財に指定されているこの祭りは、500年以上続く歴史ある祭りです。毎年2月に開催され、約1万人の回しを締めた男たちが、本堂の窓から投げられる神器をめぐって激しい争奪戦を繰り広げます。この神器を取った者は福男と呼ばれ、福が得られるということです。同じ日には会陽冬花火と題された花火も打ち上げられるようですが、残念ながら2022年は例のあれの影響で神器の争奪戦、花火、ともに中止となってしまったようです。東岡山です。堀口は左側1番乗り場に来ています。山陽本線、分け物にお越しのお客様お乗り場内です。どうかお話をお待ちください。少し時間は飛びまして、列車は間もなく東岡山駅に到着するというところまでやってきました。会陽で分かれた山陽本線の線路とも合流し、足元の線路は3本になっています。インベカが都間で並走した山陽新幹線もまた奥の方にやってきています。いろいろな路線が集まってきており、もう間もなく大ターミナル岡山駅に着くのだろうということが実感できる車窓になってきました。ということで時刻は16時43分、晩秋和号を出てから1時間7分46.9キロメートル、会陽を出てから1時間19分57.4キロメートル、列車は赤穂線の終点、東岡山駅に到着です。これにて JR 西日本赤穂線、会陽駅東岡山間57.4キロメートル、完全乗破でございます。兵庫県3路線目、岡山県1路線目、JR 西日本15路線目、全国では18路線目になりました。環状計画18号車、これにて完結です。まだ時間は早いですが、今日はもうこの後環状や特急はありません。今日の宿は岡山駅の近くに取ってあるので、とりあえずこのまま終点の岡山まで乗っていきます。16時44分、東岡山を発車です。東なんたらっていう駅名なもんで、次がすぐ岡山駅だと思いがちですが、間に高島と点があるのでまだあと10分くらいかかります。ここからは山陽線の列車と赤穂線からの列車があり、単純計算で2倍の列車が走っているので、その分人も多くなるようで、割とたくさんの人が乗ってきた気がします。2つ先の点からはあと1駅だというのに対応に人が乗り込んできて、車内は結構混雑していました。私のメモには、西田原終日、一気に激混み1002、と書いてありました。ご案内いたします。新幹線をご利用のお客様は、マッシュホーム前寄りの階段、エスカレーターをご利用の上、2階新幹線乗り換え口までお越しください。山陽本線、快速3階段、福山行きは3分の連絡で2番乗ります。各駅に止まります。倉敷、福山方面、普通列車の三原行き1番乗ります。瀬戸八線、特急南風19号高知行き8番乗ります。快速、マリナイナ49号高松行き6番乗ります。東急潮風21号松山行き8番乗ります。普通列車の小島行き7番乗ります。宇都宮方線宇都行き同じく7番乗ります。羽生線普通備中高橋行き1番乗ります。津山線快速津山行き9番乗ります。桃太郎線東大行き10番乗り場から発車いたします。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございました。まもなく終点、岡山です。降り口は右側5番乗り場に着きます。
降りの際、車内にお忘れ物、落とし物などなさいませんようご注意ください。また到着の際は危険ですので、ドアから手を離してお待ちください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の岡山です。到着前、列車が左右に揺れます。お宅のお客様、足元にご注意ください。岡山到着前には、進行方向右側で津山線が合流し、そこから岡山軌道100の線路が広がります。津山線や桃太郎線で使われるキハ40系や47系に加えて、減速車のキハ141系もいましたね。というわけで時刻は16時54分、始発の晩秋和光を出てから1時間18分 54.2km、列車は終点の岡山に到着です。山陽新幹線、山陽本線、倉敷方面、瀬戸大橋線、宇野線、津山線、吉備線と岡山電気軌道は乗り換えです。せっかく岡山に泊まるのなら、うどんを食べに行こうということで、我々はこの後一度ホテルにチェックインしてから海を渡るのですが、うどんを食べて人間的な時間に帰ってくるには、5分の乗り継ぎで路面電車に乗り換えなければいけません。その様子をこれからお届けしますので、岡山で路面電車に短時間で乗り換えなければいけない用事がある人は参考にしてみてください。運命のタイムアタックの始まりです。参考までに、初めて岡山の地に降り立った人間が事前に入念な下調べをした状態で超早歩きで乗り換えを行った場合に何分かかるかを表示しておきましょう。ちなみに到着ホームは改札から遠い5番乗り場でした。さて、路面電車のホームは駅から少しだけ離れているのですが、地下道で繋がっているので、まずは地下改札へ向かいます。同じ列車から降りた人間たちは頂上駅舎の中にあるメインの改札に向かって上駅の階段を上がっていきましたが、我々はその階段を素通りして地下へ向かう階段を目指します。ということで改札を出場しました。ここからはお店が並ぶ地下街を歩いていきます。改札を出る際に下車員をもらったのですが、時間ないのにそんなロスになるようなことすんなと相方さんに怒られました。でもここでの乗り換えは高松からの帰りも短いから仕方ないのだと言い訳しておきました。画角が下向きで非常にわかりづらいですが、改札を出たら一旦右に進んで、その後左に曲がって少し広めの通路を歩いていきます。しばらくすると路面電車乗り場へ直接上がる階段があるので、そこを上がります。気を張っていないと見落としてしまうので注意していかなければいけません。はい、ミスを間違えながらもなんとかたどり着きました。路面電車はまだ来ていません。我々のガキです。タイムは道を間違えつつ3分45秒でした。結論を言うと、急げば5分乗り換えはいけます、乗車する列車がやってきました。列はなしていないので車ですね。岡山電気軌道の東山本線、東山岡電ミュージアム駅です。3つ先の白下電停まで乗車します。4分ほどの乗車です。どうでもいいですが、この岡山駅とホテルの間の移動に使う路面電車は何本目というやつにカウントしないことにします。ということで白下に到着です。ここでもまた地下を通ってホテルの前まで行きます。着きました。本日のホテルはこちら、ザ・ワンファイブ岡山です。ではすぐにチェックインをしてうどんを食べに行きます。高松に行って戻ってくるまでは素材もほぼないので、ささっと流します。
というわけで帰ってきました。では最後に今日泊まるホテルを紹介して終わりにしましょう。今日のホテルは、ザ・ワンファイブ岡山、です。岡山駅から路面電車で5分、城下電停で降りてすぐです。今回はツインルームを1泊、素泊まりで利用し、なんと2人で2320円でした。予約するときは目を疑いましたよ。1人1160円です。岡山駅との間の移動で使う路面電車の運賃を考えても、死ぬほど安いですよね。安いからといって何かが抜けているとかそういうことはなく、部屋も館内も清潔でアメニティも揃っており、文句の付けどころがないようなところでした。動画は撮りませんでしたが、翌年の春に岡山旅行に行った際にもこのホテルを利用しました。いつでも安いみたいです。天才ですね。そんなところで今日はこの辺で終わりにしましょう。明日は朝一番から西へ進み、三原駅から出ている呉線の環状から始めたいと思います。では、長くなりましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後に今日一日の工程をおさらいして終わります。冒頭のクイズの答えは、ソイソースでした。砂糖醤油、醤油、酢醤油、精油、ソイソースです。砂糖醤油、醤油、酢醤油、醤油、醤油ということです。まあそんな感じで今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張っていきましょう。おやすみなさい。